オルドナポセイダルは、獣戦記エルガイムの登場人物の一人。ポセイダル軍のトップに君臨する人物で、ペンタゴナワールドの実質的な支配者である。私は、宇宙の啓示を受けたオルドナポセイダル。お前たちは、私の前では無力に等しい。オルドナポセイダルの活躍。物語本編よりはるか昔に起こったとされるペンタゴナワールド統一戦争セカンドセントウォージにフルフラットとオルドナポセイダルと共に戦ったテンプルナイツの一人。かつてはポセイダルの恋人でもあった人物で、本名をミヤンクハウアッシャーという。ペンタゴナワールドの統一後、ポセイダルに自身への愛情につけ込まれ、影武者として現在のペンタゴナワールドにおいて、彼女がポセイダルとして君臨することとなった。こうしてミアンは、ペンタゴナワールドの支配者、オルドナポセイダルとして、統治の重責や反乱軍の始末などを背負うこととなったのである。彼女は、真のポセイダルが開発したバイオリレーションシステムというマシンによって支配されており、長年ポセイダルを演じ続けてきたことも相まって、劇中に登場した時点では、自身を本物のポセイダルだと思い込んでいた。さらには、自分自身が操られていることを忘れたまま、正規軍の近衛師団司令官、クワサンオ・リビーを、そのバイオリレーションシステムを使って意のままに操っているという悲しい女性である。クワさんこそ私のしもべだ。人質代わりになるなどと思うなよ。自身はポセイダル軍の首都スベートより部下である13人衆を使って反乱軍の鎮圧を試みるも、物語の終盤、13人衆の実質的なリーダーのギワザロワウがポセイダル軍に反旗を翻す。さらには全体戦で共に戦ったフルフラットも打倒ポセイダル軍の兵を挙げた。これにより、ポセイダル軍 VS 反乱軍という長年続いた構図が、ポセイダル軍、反乱軍、ギワザ軍、フルフラット勢力の四つどもえの戦いへと発展することとなる。その後、フルフラットはミアンの元へと直接赴き、彼女に自分はポセイダルの影武者でしかない、という真実を思い出させようと試みるが失敗してしまう。しかし、フルフラットの必死の説得で、ポセイダルとしてのミアンのコントロールは不安定となってしまい、バイオリレーションシステムのセンサーコントロールを放棄することにつながった。それにより、真のポセイダルであったアマンダラカマンダラによる、彼女へのコントロールが届かなくなってしまう。ポセイダルとしての彼女を操り、裏からペンタゴナワールドを支配することを手放すことができなかったアマンダラは、ポセイダル軍の首都、スベートの中心部へと潜り込む。このアマンダラの行動により、主人公、ダバマイロードたち反乱軍が、真のポセイダルイコールアマンダラ、という真実にたどり着くことにつながってしまった。再度スベートへ侵入したフルフラットは、ミアンを操る元凶のバイオリレーションシステムを破壊しようとするも未遂に終わる。しかし、フルフラットの命を懸けた最後の言葉により、ついに彼女は真実を思い出した。真のポセイダルとの愛が、とうの昔に終わっていたことを知ったミアンは、これ以上ポセイダルを演じ続けることの無意味さを悟り、自らの意思でバイオリレーションシステムを停止させることを決意する。その結果、バイオリレーションによる若返りの力を失い、急激な老化現象で肉体が維持できずに砂状に崩れ去り、真のポセイダルであるアマンダラと共に最後を迎えたのであった。マシンまで使わずたあなたの愛だ、私は自由に操られましたもん。最終的なポセイダル軍の現状。ポセイダル軍は基本的にポセイダル直属の近衛師団、さらにはポセイダル軍の屈指の精鋭13人衆によって構成されている。劇中でギワザがポセイダルへ反旗を翻した際、13人衆の多くがギワザへと追従したことを考えると、ポセイダル自身、配下への求心力は失いつつあったと考えられる。そこでここでは、ギワザ反乱時にポセイダルの元に残ったポセイダル軍の主要人物を簡単に紹介させていただきたい。
クワサン・オリビー、ポセイダル・コノエ師団の司令官を務める人物。その正体は反乱軍のリーダーダバの義妹で婚約者でもある女性。劇中の最後ではバイオリレーションシステムの影響で精神が崩壊してしまい、ダバと共に故郷のコアム星へと旅立った。緑霊論。13人衆剣近衛師団の副官を務める男性、クワさんと共にポセイダル軍に残ったものの、彼もまたマインドコントロールを受けていた可能性があった。戦後の生死、行方は不明である。マーハルセヌーマ。元13人衆第6席次のチャイチャーが戦死したことでその席に座った女性。同じ13人衆で、さらにはいとこでもあるハンス・アラハートと共にミアンをバイオリレーションの中枢ラキシスの心臓まで連れていく手助けをするも、バイオリレーションの影響を受けて死亡した。ハンス・アラハート。13人衆第12席次に座る男性で、マーハルのいとこ。漆黒のカルバリーテンプルを買ってギワザ川へとついたマフマクトミンと戦った。最後はマーハルと共にバイオリレーションの影響で死亡した。ポセイダル軍には数多くの主要人物が登場しながら、ポセイダルへと従った人物はたったのこれだけであった。そのうちクワさんと緑霊はバイオリレーションによるマインドコントロールを受けていたことを考えると、自身の意思でポセイダルの元に残ったのはマーハルとハンスのみという散々な結末であったと言える。オルドナ・ポセイダルの人物像。表向きはペンタゴナワールドの惑星の一つガストガル星の王であり、ペンタゴナ連合のトップに立つ人物。見た目は20代の女性に見えるものの、実年齢は63歳。これはバイオリレーションシステムというマシンの若返りの力によるものである。金属のような光沢を放つ髪に抜けるような白い肌と人間離れした美貌を持つ。金と銀のオッドアイが特徴的ではあるものの、これは真のポセイダルの特徴であって、ミアン自身はオッドアイではなかった。実際の性別は女性だが、ポセイダルとしての彼女は美女と見間違うほどの美しい姿をした男性という設定である。バイオリレーションシステムの影響が強く、それにより劇中では彼女自身も自分はポセイダルという男性であることを信じていた。若く美しい女性に着るものをプレゼントするのは男にとって楽しみの一つである。男の楽しみ？そうだ、私は男だ。ポセイダルとして生きてきた長い時間はバイオリレーションシステムによる人格のため、己の意思とは関係ないにしても、そのきっかけは真のポセイダルへの愛情から始まった出来事であった。そう考えると、彼女はその人生のほとんどを真のポセイダルへの愛に捧げてきた悲しい人物だと言えるだろう。フルフラットとは全体戦で共に戦った仲間でありながら、ポセイダルという一人の男を愛した恋敵でもあった。昔のミアンとフルフラットの関係は劇中で詳しく語られてはいないものの、同じくダバを愛するファンネリア・アムとガウハレッシーという二人の女性に置き換えて見てみると、二人の関係がよりリアルに感じられる。劇中でもダバを慕うアムを昔の自分と重ね合わせたり、ネーモーハンがギワザに殺された際は決して人事とは思っていないといった様子がうかがえる。女でありすぎて男に接するから死に目に遭う。私を見ればわかるもの。正直、真のポセイダルであるアマンダラという人物を見ていると、ペンタゴナワールドを統一したという英雄の面影が見当たらない。劇中に登場したアマンダラは、単純に異性としての魅力で女性を意のままに扱うのがうまいだけの、バイオリレーションシステムの若返りの力にすがる小賢しい男といった印象でしかない。もちろんペンタゴナワールドの統一という偉業を成し遂げることは簡単なことではないため、当時は英雄的な人物であったことは間違いないものの、おそらく絶大な権力を手に入れたことでそれに甘んじ堕落していったと考えられる。
劇中では真のポセイダルでありながら首都スベートを捨てて逃げ出そうとするアマンダラ。それとは対照的に自我を取り戻しながらも兵と共にスベートに残り最後まで戦おうとするミアン。そんな対照的な2人を見ていると本物のポセイダルはすでにアマンダラの手を離れてミアンのものとなっていたのではないだろうかとすら思える。あなたはすでにポセイダルではない。自らの私利私欲に溺れた戦争商人アマンダラカマンダラに過ぎない。フラットテンプルナイツのポセイダルはすでに死んだのよ。アマンダラの中でも彼女たちが愛した人物はあくまでもオルドナポセイダルであって決してアマンダラカマンダラではなかったのだろう。最後に劇中では近寄りがたい人物として描かれていたものの目からビームが出る自身の巨大な像を首都スベートに設置したりスベートに潜入してきたネーモーハンとガウハレッシーを捕らえてお茶会を開いたりとお茶目な一面もあった。以上がオルドナポセイダルという人物の詳細である。当チャンネルでは様々なリアルロボットアニメの機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめリアルロボットアニメに関する企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますのでぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。